ご応募ありがとうございました。ありがとうございます。名前がなんとなんとチャーリーと、もうちょっと聞いてみて。チャーリーとあんちゃんになりました。チャーリーとチョコレート工場じゃない、チョコレート工場、チョコレート大好き、これからもよろしくお願いします。お願いします。たまたま卵、見た目がさ、これの方がいいかなと思ったけ、プリプリが先がいいかとか、柔らかさがいいぐらいになるって、生卵だと水分すぎてべちゃべちゃになるとかさ、生卵派とか黄身だけとか温玉、目玉焼き、辛いわけ、お昼バナナ1本だったかな、エンジョイして食べることができると思って、ご飯いっぱいよりタル、出てきた、すごいだね、フライパンに蓋があるからさ、いい感じに目玉焼きが焼けるって、食べたい、味一緒でしょ、暴れてる。ナスかどうかな。え？はい。うん。うん。アップになった。あんまり美味しそうに映らないって。切り上げる？見るたびに小さくなって。やつすか、わかりました、すぐ行きます、全然おかしいよ、なんで上がるの、思い出せそうですテーマ伸びないもんだよ、乾杯。乾杯。太ももがきついて。今来てるもん。そう書き換えて夏印を。バックミュージックがドラマティックで。いただきます。こうやってパスタやって初めて、長崎県雲仙市国見町三門本舗、プレーンいきますめんつゆの匂いしない、めんつゆ、これが先日の気球事業、これはザラメのタイプじゃないんじゃない、ザラメついてるよ、え、嘘、本当だ、これが欲しいかもしれない、やっぱり、やっぱり食べようかな、食べたくなった、食べた方がいいと思って、ザラメの牛よね、運動するって、運動するよ、運動してチャラにするって、いやいやいや変わらないよ、これはカステラだね、これがいいかもしれない、うまい、 100g あたり305カロリー、1本 250g、
これも305カロリーで1本250。まずグラムが2つで600グラムでしょ。100グラムで305。単純に3618、1800カロリーぐらいの2本食べたら恐ろしい。1日のカロリー全部取れる。これですごいね。神戸って言ってたよ。本当に美味しいお菓子は体に優しい。美味しそう。うん、じゃあじゃあ、うん、じゃんじゃらららんじゃ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 らららんじゃん。最初お茶かんと思った綺麗だね。ワインみたいって開ける？開ける人開けていい。うん、じゃあじゃん。おー、コーティングされてる系だった。すごい。どんなって食べる？やったー。バームクーフンの年輪でも移しとこうかな、うん。開きました。うーん、どうなって食べるこれ。切らない？切るしかないんじゃない。じゃじゃん。最近お家にお菓子が溢れている。うん、そこまで硬くないじゃん。やっぱ冷凍庫に入れる。うん、でもうまい。牛乳ふわ。これ意味がない何で持ってる私はさ、この年輪を1枚1枚食べるのが好きなんです。うん、気が遠くなるってよ。それないってよ。楽しいよ。これは自分もっと冷やして食べる。今日終わり？早かったね。だってさ、冷やしたがもっと美味しいと思うからさ、今熱い返し食べるよりかはさ、美味しくなったの食べた方がいいと思ってよ。そうだね、今でも全然美味しいけど。セロハンについたの。食べる派の人食べるの絶対ね。上位上位閉じる。うん、また明日見てたよ。待って待って、充電じゃじゃん。充電はい、おいで。沖縄も夏らしくなってきました。うん、夏とか梅雨って言うし、とうとう買ってしまった。手を出してしまった。1対3で割りましょうって。氷絶対いっぱい入れた方がうまいよ。はい、まずさ、これ25度って、うん、開けてからさ、ちょっと入れてみて。うん、そうなんだよ。青森より弱いぐらいでしょ。25、青森残飯の種類でしょ。25度って言ったら分からない。ストップって言ってよ。うん、生で一口飲むだけだから。ストップって言ってよ。うん、なんか、あの、体拭くシートの匂いするよ。ストップって言って。はい、ストップ。はい。うん、テキーラ飲んでみていい？なんでこれ？いや、全然飲めると思うぜ。じゃあこれがお得かなと思って一回一口飲んでみて。買ったんだよ。お得じゃない。いや、得だと思うけど。テキーラよりが弱いんだよ。酔うと思うけどさ。でもレモンじゃない味が強い。うん、はい、おじさんの弱く速攻溶けたけど氷。うん、はい、初なんとか酒場おうち飲み。おうち飲み。炭酸が強い。炭酸の味がない。夏の音。これはあんまりしないね。ASMR なるかなと思って。うん、うん、今です。昨日のバームクーヘン冷えたバージョン。うまいかな。お、硬いぜ。硬い。全然違うぜ。うん、ねえ、全然硬いんじゃない？うん、どっちがいい？昨日と。今日のが冷えて甘すぎなくていいと思うよ。今日がいいかな。ね、うん、今日の映画これでした。本能寺らへん。本能寺ホテル。何わかるの？何こんな歴史の話。いちごパンツの織田信長の話してるよ。いい国作ろう鎌倉幕府。今から出てくる偉い人、いちごパンツ履いてるわけ？
でも織田信長みたいにちょびひげいる。おじちゃん。壊れたわけではないけど、うん、重たい。音が大きくなったから使います。なんで使わないんですか。どうだ、いいね。自分のつないではなくなった。いっぱいあるって。はい。回って。透明なの？透明だよ。